チルト 3.0 解禁、チルトを上げて戦うというのはファンを魅了しますよね。前付けに来ると賛否は出ますが、チルトを上げて外に出るとファンのボルテージは一気に上昇。生粋のアウト屋ではないとしても、勝負しに行くという姿勢はファンの心を熱くしますよね。そんなチルトサンドを使える場所がまた増えた点など、チルトに関連した内容を今回まとめてお届けさせていただきます。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。チルト 3.0 が新たに解禁されたボートレース場、ファンの心を熱くするチルト 3.0 ですが、実は全てのボートレース場で使うことはできないとなっている。チルト 3.0、 チルト 3.0 は直線のスピードが上がるという反面、ターンをするのがものすごく難しくなると言われています。それもあって事故防止の観点もあり、ボートレース場のサイズ感によって使用できないボートレース場が存在する状態となっています。サイズ感が1マークなど含めて、一番狭い戸田はチルトは 0.5 度まで、桐生はチルトは 1.0 度まで、住之江、福岡、大村はチルト 1.5 度まで、江戸川、徳山はチルト 2.0 度までとなっています。ただもともとチルト 1.5 度までしか使用が許されていなかったボートレース若松で、この夏のお盆レースからついにチルト 3.0 度が解禁されました。段階を踏むとかではなく、 1.5 度からいきなり 3.0 度まで一気に解禁するのは謎だなとは思いつつも、安全面で OK が取れたとかなんですかね。モーターもプロペラなども変わっていませんし、消音モーターに変えて出力が落ちるというタイミングとかならわかるのですが、なぜ今回のタイミングとなったのかは定かではありませんが、このお盆レースからチルト 3.0 度が解禁となったことは事実です。そこで大きな活躍を見せたのが田中大樹選手。チルト 1.0 度で全県タイム1番時計をマークするなど片鱗を見せておりました。実際初日から試してみたいと話していた田中選手がチルト 3.0 度にいきなり上げてレースに挑んできました。展示タイムで見てもコンマ20くらい違いますし、直線がチルトを上げたことで出ていることが見て取れます。まくって勝つとかはできませんでしたが、ホームストレッチで3号艇の武井選手が艇を当てて内を取ろうとしておりましたが、チルト 3.0 分伸びてちぎっていきました。田中選手からすればチルト 3.0 度の恩恵を早速受けれたと言えるでしょう。結果は2着、枠なりで走れもしましたし、着取りが綺麗にできている、乗りこなしてる感を感じる走りをしていましたね。2日目も6レースで6号艇からチルト 3.0 で挑み、大外6コースからチルトを上げた分のスピードを生かしてズバッとまくりさしてきました。チルト 3.0 度をここまで乗りこなしているのもすごいなと思うレベルのまくりさし。そして極めつけは4日目9レース、今度は4号艇からチルト 2.5 で4コースから挑んできました。チルト 2.5 度はもともと浜名湖でしか使えなかった変わり種のチルト 2.5 をここで使ってきました。4コースを守るということを考えてのチルト 2.5 度だったのかもしれません。皆がスタート遅れ気味でしたが、またしてもズバッとまくり刺し、ここでもチルトを上げてまたしても1着と、モーターの気力が良い点もあるかもですが、完全にチルトを上げた艇を乗りこなしていると言えるでしょう。田中選手以外にも4日目で初めて柴田選手が大外となった6号艇からチルト 3.0 で挑んできました。結果は2着に入ります。さらに最終日も6号艇が渡されるとすかさずチルト 3.0 度で挑み、再び2着に入るなど、チルト 3.0 に上げた選手は軒並み結果を出したと言えるでしょう。そんなチルトを上げて予選を勝ち抜き、優勝戦まで駒を進めたのが田中選手。優勝戦も4号艇だったのでチルトを 2.5 度に上げて挑みます。スタテンは枠なりでしたが、本番ではやはりチルトを上げている分、ピット離れでは艇が浮いてしまい、本番では5コースとなってしまいます。スタートが命のチルトを上げてのレース、ましてや優勝戦ですし、
スタテン通りに行きたかったんでしょうけど、結果は6着。このレースは1号艇西山選手の準パーフェクト V で幕を閉じました。せっかくなので西山選手の優勝インタビューをご覧ください。今のお気持ちお聞かせください。いや、ほっとしました。はい、道中どんなお気持ちで走ってましたか？いや、道中はもうやっほいと思って達也言いながら走ってました。はい、思い入れの強い地元の選手が勢ぞろいした今節でしたが、僕が一番強いですね。はい、そうですね、はい、ウイニングランはいかがでしたか？最高ですね。最高でした、はい、よかったです。あの中に何人オールスター峰竜太入れたんだろうと思いましたね。もうグリップ感一本できたとお話しましたが、そうですね、今節今日は伸び方がいたんでちょっとそれを意識しながらやったんですけど、はい、敵じゃなかったですね。いい笑顔でおめでとうございます。ちなみにどのあたりで勝利を確信しましたか？初日ドリーム勝ってからですかね。だいぶ早いですね、早い段階で。おめでとうございます。改めて、さあお盆シリーズということもありまして、本場にもたくさんの西山選手のファンが来ていただいておりますが、その応援の声は届いていました？いや、もう聞こえました。聞こえすぎてもうプレッシャーが半端なかったですけど、よかったです、はい。残り少しですけど、しっかり、賞金上積みして、花が伸びきっている土屋智則とともに、グランプリに行きますので、たまには中田達也のことを思い出しながら、僕の応援もよろしくお願いします。頑張ります。そんなチルト三度を解禁した若松ですが、同時に浜名湖と琵琶湖しか解禁していなかったチルト 2.5 度を解禁したというのも、今回の4号艇時の田中選手から見れば重要だったかもしれませんね。ちなみに琵琶湖も2023年4月28日のゴールデンウィークの時期にチルト3度が解禁されています。もともとはチルトは 1.5 度までしか上げれなかったのですが、先ほどの若松同様に一気にチルト 3.0 度まで解禁したということになります。新規でチルト 3.0 度まで解禁されると、同時にチルト 2.0 度と 2.5 度も解禁される流れとなっています。ではなぜ琵琶湖はチルト 3.0 度を解禁するに至ったのか、それはもしかするとボートレース場の売り上げが影響していたかもしれません。と言いますのも、2022年はボートレース琵琶湖の売り上げは624億2732万6300円と24乗中最下位の売り上げを叩き出していました。琵琶湖は SG がほぼ開催されないボートレース場でもあり、最後に行われた SG は2003年のチャレンジカップが最後です。あっても G1 まで伴っているので、なかなか売り上げを伸ばしづらいという事情があります。 SG は挙手制ともなっているようで、実施したいボートレース場が手を挙げて開催を取りに行くようなのですが、実際その後に SG を誘致できていない状況が続いておりました。そんな状況を打破すべく、平成27年くらいに経営計画書が作られ、その中で SG や PG1 を呼び込もうという動き自体はボートレース場は見せていますが、2024年は G2 レディースオールスターが開催とはなりましたが、まだSG 誘致までにはつながっていません。新スタンドなどはできましたが、駐車場の立地面など含めても他のボートレース場と比べると利便性に欠けるというのは琵琶湖さん自体も自覚されています。ただ電話投票ことテレボートでの販売については希望を持たれており、今でこそお客さんなしでの完全電話投票だけで深夜帯に行われるミッドナイトレースもあったりしますからね。そんなミッドナイトの影響もあり、大村は SG 開催なしでしたが、4年連続で日本一の売り上げを叩き出していたりもします。ナイター開催でイン強いっていうのは激アツですよね。ボートレース場にお客さんが来ていない夜でもあり、そういう意味では立地は関係ないですが、ただミッドナイトをやっていいという周囲の環境は影響していると言えるでしょう。琵琶湖は住宅街も広がっていますし、頑張ってナイターができるようになったとしてもミッドナイトまではさすがに厳しいかもしれませんね。ただ2023年にチルト3度を解禁したことが 100% 影響していると断言はできませんが、2023年の売り上げは762億732万100円となり、24乗中18位に売り上げランキングは上昇を見せました。ただ G1 畜戦が
売上が67億2386万円だった PG1 の BBC トーナメントに変わったのと、 G2 が2回行われた影響も少なからずあるかもですが、2022年の624億2732万6300円からそれでも約138億円ほど売上が上昇していることもあり、藤原選手のパーフェクト V とかも聞いていたとしても G2 一つだけで100億円も押し上げる力はさすがにないはずです。 G1 は2023年の方が売上落としているくらいでしたからね。となればそれ以外の要因も大きいでしょう。そうなればチルト3度解禁も少なからず売上に寄与したかもしれませんね。生粋のアウト屋がチルト 3.0 度を解禁、ラストはボートレース場ではなく選手がチルト 3.0 度を解禁したというニュースです。今でこそ菅選手のようにチルト 3.0 度などに上げてくる選手は基本まくりが主流となっていますが、過去はアウト屋は差しがメインのレーサーが多い中でミスターチルト3度と呼ばれていた阿波克也選手はスピードに乗って一気にまくっていく豪快なまくりを実践することでファンを魅了します。不利と言われる大外6コースから 40% を超すような勝率を誇り A1 級へと駆け上がりました。しかし2012年に阿波選手の人生を揺るがす大きな出来事が起きます。持ちペラ制度の廃止、この変化により阿波選手だけではなくアウト屋の激減へとつながりました。昔の持ちペラ時代は伸ばしたりカットしたりができたようですが、オーナーペラ制度に変わってからはそれらを実施することができなくなります。さらにプロペラも大和製と中島製がありました。阿波選手は中島派だったみたいですが、大和製だけになってしまい、それも向かい風となってしまい、大和製にうまく伸びをつけることができなくなってしまったみたいです。結果 B1 級へと降格してしまった阿波選手、アッセン数も減ってしまったこともあり、収入面を補うために建築現場などで働いている時もあるみたいです。それでも6コースでのアウト屋にこだわりを捨てずに戦い続けていました。2021年前期には勝率3点台に落としたりもありつつも、若手で伸び型ペラとチルト調整で伸び型選手が新たに台頭してきたことでモチベーションを取り戻し、2022年後期には A2 級へと復帰を果たします。しかし直近はまたしても勝率を3点台にまで落としており、厳しい戦いが続いています。ただチルト 3.0 度で勝負し続けたらはあるんですが、最近やる人多くてとお菓子が尋ねますが、阿波選手は伸びが流行っているからといい、ただ阿波選手の性格上流行っていることはやらない、皆がやることはやりたくないという屈強なスタイル、そんな阿波選手がついに直近の地元平和島でチルト 3.0 度を解禁しました。チルト 3.0 度の流行りが終わったのかと言われると、新たに若松でチルト 3.0 度が解禁されたことなどを考えても流行りは現在進行形であるとは思いますが、思い切って上げてきたのでしょう。それでも展示タイムは伸びてはおらず、部品交換もしつつも伸びをつけるのに苦戦しておられるのが見受けられます。実際先ほどもお伝えしたように勝率も 3.72 でもあり、ホームプールでもある平和島でチルト 3.0 にもう一度立ち返ろうとしているのかもしれません。ただチルト 3.0 度でまくっていくでもなく、コンマ3号とドカ遅れをしてしまいます。なんとか道中で最下位の位置から4着まで上がってきますが、チルト 3.0 度という意味では不発に終わってしまいます。その後はチルトは0度 0.5 度 1.5 度や 2.0 度とチルトを変えて挑みましたが、厳しかったみたいです。ただ阿波選手も次の圧戦がチルト 3.0 度を解禁したばかりの若松一般戦の圧戦を受けています。今は勝率を上げることが急務だと思うので、アウト屋を長く続けるためにももうなりふり構わずにチルト 3.0 などもフルに使いながら勝率向上を頑張ってください。応援しております。今回はチルト解禁についてまとめさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想などぜひコメント欄で教えてください。
今後もボートレースに関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。